你好，我好，大家好，キムソンです。今日は3月21日です。今日も天気ですね。22、3度ぐらいありますかね。25度ぐらいありますかね。もうシャツ1枚でいけるぐらいの天気になってきました。で、今日はまあ天気がいいので、もうずっと外出も、してなかったので、ちょっと妻とゴウダンと一緒に、いつも行ってるカフェに行きたいと思います。あれ多分撮影したのが14日だと思うんですけど、14日からオープンしてるようなので、ちょっと行ってみたいと思います。ゴダイゴダイゴー。はい、カフェに到着しました。前来たカフェですね。で、入り口にこのように、消毒ジェルとかこう置いてあってですね。で、まあこうポスターも貼ってあって、できるだけ予防を呼びかけてるっていう感じですね。で、こう窓も開いてて、こちらこう窓も開いてて。で、今日はクーダイ、ゴウダンさんも来てます。お疲れの様子のゴウダンさん。専務お疲れですね。専務。ははは。あ、いつも。まあ、お店もこういう風に、専門の業者がすでに消毒しましたよっていうのがやってます。書いてあります。で、ここに、あれですね、アルコールで消毒しましたっていうのがここにこう時間でこうだらーっと書いてあります。一天两次消毒吗？啊，一日に2回アルコールで消毒するみたいです。で、まあこういう許可が降りて初めてオープンできるっていう感じらしいですね。はい。ちょっと今アイスコーヒーを頼んで飲みたいと思います。結構重慶では犬と一緒に入って大丈夫な店とかも結構多いです。で、まあ欧米とか結構あるらしいんですけど。重慶もね、結構、まあ、中国、他の都市ちょっとどうかわかんないですけど、犬も連れて入れるお店って結構多いです。じゃあちょっとアイスコーヒーいただきます。こう飲むときがね、めんどくさいですよね。飲むときが、美味しい。で、今日は久しぶりに、ちょっと妻と、もう1ヶ月以上、どこも1ヶ月、もう約2ヶ月ぐらいですかね、どこも出かけてなかったんで、久しぶりに、まあ、ちょっとカフェでも行こうかということで、ゴウダン連れてちょっと来ました。普段部屋着でずっと家に行けたんですけど、ちょっとこう、おしゃれもして、歩いてカフェに来るっていうだけで、すごいなんかこう、心が晴れ晴れするっていうか、すがすがしい気持ちになりますね。そして今まで閉まってた、公園、ここはダルコゴンユエンっていう公園なんですけど、ここももう、今日からオープンしてますね。ただ、一つの門しか入れなくなってて、まあ、体温を測ってから入れるっていう風になってます。ここから入れるっていう風になってます。